田中幸雄は、千葉県流山市出身の元プロ野球選手、プロ野球コーチ。1986年から1989年に、かけて、同一チームに、同姓同名の田中幸雄が在籍し、当主の田中美幸の方が内野手の田中武志より、背が高かったため、大雪と呼ばれた。流山港から、社会人野球の伝伝関東に入社。 1981年の都市対抗野球にはエースとして出場。先発で2勝を挙げ、チームの準々決勝進出に貢献する。同年のインターコンチネンタルカップ日本代表に選出された。電電関東では遊撃手の経験もある。1981年のプロ野球ドラフト会議で日本ハムファイターズから1位指名を受け入団。 一年目の1982年から一軍で活躍し、5勝を挙げた。1985年6月9日の対、近鉄バファローズ戦において、プロ野球史上55人目のノーヒットノーランを達成。これが、生涯唯一の完封勝利となった。1986年には、膝の故障が悪化した川原昌司に代わって、抑さに回り、13セーブを記録する。 しかし、翌1987年は、開幕から不調が続き、抑えの座を、松浦博明に奪われた。その後は徐々に登板機会が減少し、1990年から、中日ドラゴンズでプレーしたが、1991年、限りで現役を引退。引退後は、日本ハムのスカウト、投手コーチを経て、再び日本ハムのスカウトを務めたが、2005年に、退団。 2007年、社会人野球の JFE 東日本のコーチに就任。2010年、横浜ベイスターズのスカウトに就任。2013年、BC リーグシナのグランセローズの投手コーチに就任。同年10月31日、本人の意向で対談することが発表された。2015年2月、韓国の成金館大学校の臨時コーチを2ヶ月間、務める。 2015年4月に学校法人南両学園が運営する菊川南両校野球部助監督に就任し同年8月に同校野球部監督に昇格2016年9月に運営母体が同じである和歌山南両校に転勤し同校野球部助監督に就任2017年7月に同校を退職2017年9月に 陸軍館高校式野球部コーチに就任し、2018年7月に同校公式野球部監督に昇格。2019年夏の東東京大会では、同校の最高成績に並ぶベスト16までチームを導いた。ありがとうございます。